ルミックス G シリーズはパナソニックが製造・販売するミラーレス一眼カメラのシリーズである。製品の型番は2016年まで DMCG で統一されていたが2018年現在は DCG である。同社のデジタルカメラシリーズであるルミックスの派生シリーズとなる。マイクロフォーサーズシステム規格を採用している。気軽に持ち歩ける小型。 軽量さ、一眼レフカメラ並みの画質、表現力、簡単な操作をコンセプトに作られた。同社とオリンパスがフォーサーズシステムを元に新たに策定したマイクロフォーサーズシステム規格を採用し、従来の一眼レフカメラよりも大幅な小型化を実現した。2008年10月31日に第一弾となるルミックス DMCG1 が発売された。 同期はマイクロフォーサーズシステム及びミラーレス1、ガンカメラの第1号機でもあった。ライブビューファインダーを内蔵した G シリーズ、G シリーズをベースに、動画機能を拡充した GH シリーズ、ライブビューファインダーを省略し小型化した GF シリーズ、GF シリーズをベースに、GF にないライブビューファインダーを内蔵し、さらに高性能化と高画質化を図った GX シリーズ。 コストダウンを図りながらも特徴的なデザイン設計と徹底した小型軽量化を図った GM シリーズがある。基本的にほとんどのモデルは日本製であるが GM シリーズと GF7、GF6 の一ブロッド、G8 は中国製である。GX7 を除いた Venus Engine HD2 以降の Venus Engine ンン搭載モデルでパワー OIS 対応。 それ以前のモデルで、パワー OIS 対応レンズを装着した場合は、メガ OIS 機能の手ブレ補正となる。GX7 については、カメラボディ内手ブレ補正機構のみ、搭載のため、メガ OIS ないし、パワー OIS 対応レンズを装着してもメガ OIS ないし、パワー OIS の機能が働かないが、GX8 や GX7MK2 などのデュアル IS 対応モデルでは、 メガ OIS ないし、パワー OIS の機能にも対応している。ヴィーナスエンジン FHD 以降のすべての、ヴィーナスエンジン搭載モデルと GH シリーズで、フル HD 動画撮影に対応。また、4K 動画撮影対応モデルでは 4K ほどに、対応。スタンダードモデルのシリーズ、GH シリーズの連価モデルに近い位置づけである。G シリーズに、 動画機能を強化したモデル。事実上のフラッグシップモデルにあたる。G シリーズからライブビューファインダーを排除した小型モデル。もともとは小型モデルとして開発された DMCGF1 の流れを組み、DMCGF2 以降は高機能エントリーモデルの位置づけとなっている。DMCGF6 の高機ロットより製造が 日本製から中国製へ切り替わった。DMCGF1 の流れを組む小型、高級ハイエンドモデル。DMCGX7 以降はシリーズ唯一のイメージセンサーシフト方式テーブル補正機能を搭載している。フォーカルプレーンシャッターを5膜のみとし、線膜を電子的に行うことで小型化を実現したモデル。すべてのモデルは中国製である。 GF シリーズから余計な機能を削ぎ落とし、特徴的なデザイン設計のエントリーモデルの位置づけとなっている。本体側での手ぶれ補正機構は不採用。ありがとうございます。